我らがナンバー、愛からシュールなストーリーがジンくんの可愛いいけど、紫輝くんいなくて、紫輝くんからは無言で通り過ぎるストーリーが、いつものように、私はナンバー、愛からのシュールなストーリーを楽しんでいた。笑顔が溢れるその瞬間に、私の心は喜べで満ち溢れていた。しかし、今回は何かが違った。何かが欠けていた。紫輝くん、どこに行ってしまったの 私は思わず自分に問いかけた。ジン君の可愛らしいストーリーには、紫輝くんの姿がなかった。彼はどこかへ消えてしまったのだ。私の心は空虚に感じられ、不思議な混乱に包まれた。彼が通り過ぎるだけで、何も言わないストーリーを見逃してしまったのだ。そんな中、予期せぬ驚きが私を襲った。ジン君の個人的な動画がアップされたのだ。私の心は喜びで満たされ、不安も一瞬で吹き飛んだ。 彼の優雅な姿、彼の独特の笑顔は、私たちを楽しませ、元気づけてくれる。そして、その後に紫輝くんのストーリーが現れた時、私は心からの安堵を感じた。それからの日々は、彼らのストーリーに夢中になった。それは私たちにとっての小さな冒険であり、彼らの日常の一部だった。彼らが出演する前に、ストーリーをアップしてくれること、それは私たちにとっての特別な贈り物だった。 そして、私たちはそれを心から感謝し、喜びを分かち合った。時折、私は考え込んでしまうことがある。紫輝くんがインスタストーリーをアップしてくれたのは、私たちを心配してくれたからだろうかそれとも、単に私たちと彼のつながりを強化したかったのだろうか私はそれについて考え込むことがある。彼のシーンにはどんな思いがあったのだろうかそれは私たちにとっての大きな疑問だ。紫輝くん。 ジン君、キシ君。彼らのストーリーは私たちにとっても小さな宝物だ。その一瞬一瞬が私たちの日常に光を与えてくれる。彼らの笑顔は私たちの心を温かく包み込み、私たちに勇気と希望を与えてくれる。彼らの姿は私たちにとっての心の拠りどころだ。最後に私は神聖な舞台への彼らの挑戦を心待ちにしている。彼らがどんな冒険に挑むのか私は興味津々だ。 彼らのストーリーが、いつも私たちを楽しませ、元気づけてくれるように。そして、彼らが舞台に立つその瞬間、私たちは彼らと共にいることを忘れないように。さあ、私たちは彼らと共に、新たな冒険へと旅だとう。私たちの心は彼らと共にあり、彼らの挑戦を心から応援している。あなたは、彼らのストーリーにどんな思いを抱くだろうか彼らの冒険に興奮しているだろうかそれとも、 彼らの心に何か疑問を抱いているだろうか彼らの挑戦についてあなたはどんな考えを持っているのだろうか彼らのストーリーがあなたの心にどんな影響を与えるのかぜひ教えてください。